UV レジン、ボタニカルシェイカー。今回はおしゃれなステッカーとドライフラワーを基調に、落ち着いたカラーで統一させたシャカシャカキーホルダーを作っていきます。キラキラのガラスビーズとふわふわのタッセルがアクセントです。皆さんこんにちは、パルチャンネルです。今回使用するのはこちらダイソーさんの丸い形のシャカシャカモールドと、こちらはコラージュ用のステッカーです。こちらは開封ライブでも紹介したんですけれども、とってもおしゃれなデザインですよね。くすみカラーとこのゴールドの箔押しがとても綺麗だなと思ったので、今回はレジンに入れてコラージュ風にデザインしていこうかなと思います。これおしゃれですね。それではこちらのモールドに、まずは背面になるところ、お皿の底の部分ですね、ステッカーを選ぶんですが、これね、大きさがちょうどよかったんですけれども、やっぱりこれを使用したいのでこちらを選びました。まず後ろに来るステッカーを選びます。で、こちら側ですね、このお皿になっている方にレジン液を流していきます。まずはこの溝の部分にぐるっと一周レジンを流して、ここの平らな部分に薄く広がる程度のレジン液を流したら、全体にゆっくり広げます。シリコンマット使った方がやりやすかったですね。はい、こんな感じで広げたら、スティックを使って出てきた気泡を取り除いて、一周ぐるっと回ってしっかりとモールドに流し込んでいきます。それでは今回はこちらのゴールドを使用します。多分ね、ほんのちょっとで大丈夫なんですけれども、これをピンセットで、好きなところに散らしていきます。一周ぐるっと少しね、隙間を空けながら、散らしていきました。で、これ下の方までしっかり沈み込ませて、全体に均等に行き渡るようにします。深さがね、ちょこっとありますので。そしてこちらはシェリアさんのドライフラワーです。イエローを合わせて選びました。こちらね、とってもちっちゃいお花で可愛らしいんですよね。ボタニカルキーボードを作った時に使ったものです。そしたらお花を取ってレジン液の中に浸してしまいます。こちらもピッと先端取ったら、レジン液をくぐらせて、後からね、気泡が出てこないようにしっかりコーティングして浸しておきます。花びらも広げて、はい、準備ができました。そしたらこの隙間のところに1、2、3つくらいですかね、ばらけるように配置をしていきました。はい、これはちょっとこっちに移動して、このお花もね、少し上の方に移動しました。そしたら花びらも散らしていきます。レジンの中でね、崩した花びらを1枚取って、間のところにゴールドの箔の隙間にね、ちょんちょんちょんと散らしていきます。はい、こんな感じでいいでしょうかね。そしたら先ほど選んだステッカー、裏向きに向けて表を下にしてですね、こちらを静かに置きます。気泡が入らないように注意してください。気泡が入ったらしっかり抜いておきます。そしたら上からレジン液を流して全体に広げていきます。ここでなみなみ注いだら平らにして、ここで硬化をします。はい、硬化が終わりました。触っても大丈夫ですが、一応裏に向けて表側からも硬化をしておきます。はい、硬化が終わりました。これでね、大丈夫かなと思います。すでに可愛らしく出来上がってますね。周りはこんな風にパーツが散らばってます。それでは早速モールドから取り外していきます。こちらはですね、ダブルシェイカーではなかったので、かなりすんなりと外すことができました。とっても可愛らしいですね。お花もしっかり見えてます。横から見るとゴールドの箔も全体に散らばって、お花の形も見えて、花びらが散って、こんな感じでプレートが出来上がりました。いいですね。そしたらフィルムを作っていきます。フィルムを当てて
ペンで丸を描いたらちょっと曲がっちゃいましたね。ハサミでカットしていきます。はい、そしたらフィルムを剥がして、ちょっとガタガタですが、これは埋まってれば大丈夫かなと思います。それでは封入物、今回はこのイエローがかったシェルを入れていきたいと思います。ドライフラワーとシェルの相性はすごくいいですよね。なのでこちらのシェルをメインにたっぷりと入れていきます。この輝きがとても綺麗なんですよね。そしたらこちらはですね、ガラスネイルに使用するゴールドのパーツですね。こちらのメタリックのガラスパーツを散らしていきます。これはセリアさんのガラスパーツですね。たっぷり入れていきます。そしたらですね、こちらのお花のネイルパーツなんですが、これはですね、お花のパーツとパール、そして少し大きさの違うゴールドのブリオンが混ざったもの、シーンで購入しました。これとっても可愛らしいのでたっぷり入れておきます。そしたらですね、こちらのお花のパーツに細工をしていきたいと思います。お花のパーツ取り出して、せっかく入れたんですけれども、はい、全部取り出したら、こちらノンワイプのトップコートをほんの少しシリコンカップに出しておきます。そしたらスティックに取って、お花の中心にちょんちょんちょんとつけていきます。これね、中がくぼんでいるので、パーツを置けるようになってますね。とってもちっちゃいですが。そしたらね、このゴールドのブリオンを真ん中に配置していきます。このお花のパーツはブリオンが真ん中にあるととっても映えるので、はい、こんな感じでセッティングしたら、ここで一度硬化します。はい、硬化ができました。ブリオンがね、もうくっついて取れないので、中でシャカシャカしてもこのブリオンはお花の中心にとどまってくれるはずです。そしたら最後にね、こちらのガラスパーツ入れていきます。今私のネイルに乗っているガラスネイルを作った時のセリアさんのガラスパーツです。これもね、クリアでとても綺麗なオーロラの反射なんですよね。今回大きい封入物は入れませんでした。それでは、この縁のところにレジン液をスティックで薄く伸ばしていきます。こちらのモールドなんですけれども、少し浅いプレートが出来上がるので大きめのパールが入りませんでした。そしたらフィルムを乗せて密着させたら硬化します。はい、硬化が終わりました。シャカシャカしますね。それではヒートンをつけていきたいと思います。前回と同じヒートン、今回はですね、もうすでにオイルを入れる用の穴が開いているので、ここを使用したいと思います。レジンにくぐらせたヒートンをここに差し込んで硬化します。はい、固定ができました。そしたらですね、少し隙間が空いているので、この隙間にレジン液をたっぷり流し込んでもう一度硬化します。はい、硬化が終わりました。これでね、しっかりと密閉された状態になってます。はい、そしたらステッカーを使ってさらにデコレーションしていきたいと思います。このお花いいですよね。そしてこのひし形のこのステッカーも使用したいと思います。はい、このお花はこの辺りに配置したいと思います。静かに貼って中の空気をね、しっかりと出していきます。スティックやシリコンチップなんかを使うと空気押し出しやすいですね。そしたらこのステッカーは文字が入るところにしましょうかね。文字が入るあたりのところで設定をして貼ります。はい、そしたらもう一度空気を抜いていきます。そしたらはみ出たところ少し内側をカットします。はい、ちょっと切りすぎちゃいましたね。まあでも大丈夫かなと思います。
そしたら、こちらの余ったステッカー、これもね下の方にコラージュみたいな感じでゴールドの箔がね残ってたので、デザインできるかなと思い、こんな感じで貼っておきました。そしたら載せるパーツを選んでいきたいと思います。この辺りのゴールドのパーツ、このハートが大ぶりで少し無造作な感じがこのテイストに合うんじゃないかなと思ったので、こちらを選びたいと思います。この辺りですかね。そしたら、半球のパールも乗せていきたいと思います。これをこの辺り、そして大きさをちょっと小さくしてここにも一つ乗せたら、もう一個この辺りにも欲しいかなと思ったので、これでねデザインしていきたいと思います。それではコーティング用のレジンをたっぷり流してスティックで全体に広げていきます。レジンを乗せるとこの白いお花のステッカーの周りはクリアのような仕上がりになりました。で、ダイヤ型の方は、少しだけ色味が残っているという感じですね。少し透けた感じがいいなと思いました。ハートのパーツを乗せて、パールの方は全体的にレジンをくぐらせて先ほど設定した位置に乗せていきたいと思います。はい、あ、いいですね。そしたら、最後微調整をして、このレジンもゴールドのパーツに少しくぐらせてコーティングをしていきたいと思います。いいですね。それでは最後しっかり確認をして硬化したいと思います。はい、硬化が終わりました。いかがでしょうか。私はですね、今回とっても、デザイン的にはいいんじゃないかなと思います。コラージュとの組み合わせという感じでステッカーでね簡単にアレンジできました。シャカシャカしてこのハートの中からね少しパーツが見えているというところが気に入ってますね。うん、かわいいです。こちらもう一つ同じものを作ってありました。でですね、こちらはサイドもレジンでコーティングしたんですけれども、今回はシャープに仕上げていこうと思いますので、コーティングはなしでいきたいと思います。ツヤ出ししたい場合はサイドもレジンを塗っておくといいと思います。それではキーホルダーを作っていきます。今回ですね、大ぶりなので少し大きめのキーチェーンを選びました。そして大きめのキラキラのガラスビーズ、この色がねすごく上品で合うんじゃないかなと思います。もう一個も一緒に作っていきますね。そしたらクリスタルはこちらの丸いものを選びました。デザインマルカンとパールと、このセットでいきたいと思います。そしてフリンジタッセル、この色が合いますよね。で、この色味だとグレーも合うんじゃないかなと思いましたので、色違いでもう一つの方は仕上げていきたいと思います。はい、それではこちらを接続してキーホルダーにしていきます。デザインマルカンをグッと開けて、まずはこちらのシェイカーを本体に接続していきます。もうすでに可愛いです。そしたらこちらのガラスビーズをパーツにしていきます。ピンを通したら折り曲げてカットして丸やっとこでくるっと丸めて、はい、これでねビーズのパーツが出来上がりました。そしたら丸カンに通して先ほどのパールとクリスタルを通してジャラジャラのパーツを一つ作っておきます。しっかりと締めたらこんな感じですね。いいですね。デザインマルカンでこんな形のものを先ほどのパーツの隣に接続していきます。はい、だんだんジャラジャラになっていきます。そしたらねこちらのタッセル、はい、とっても上品でいいですよね。シャラシャラしたこのタッセルをデザインマルカンに通して、
先ほどのパーツの隣に接続します。はい、すべて接続完了です。出来上がりました。すべてね、このキラキラのパーツがいいアクセントになってるかなと思います。大きめのパールを入れられなかったので、ここでね使用してアクセントにしました。わあ、可愛いですね。タッセルが効いてます。お花がねちらっと見えて、こちらの、グレーの方も完成です。こっちの色味もいいですね。こちらのビーズはまた形が違う、少し濃いめの色ですね。はい、こんな感じで、ボタニカルシェイカー完成です。今回ですね、とても落ち着いた色味で統一したので、大人っぽい仕上がりになったかなと思います。そしてステッカーを使って簡単にアレンジができるレジンボタニカルシェイカーでした。チャンネル登録、 Twitter、Instagram、TikTok もありますので、ぜひよろしくお願いいたします。